お母さんはとてもきれいだったわ。目はキラキラ輝いていたし、柔らかい静かな声で、イいス様のことを話したわ。あの方は、 救い主です。私たちを幸福にしてくださいます。何でも知っていて、金持ちも、貧しい者も,も、みんな愛してくださいます。 きっと私たちみんなを救ってくださるでしょうお母さんは本当に熱心だったわみんな静かに。 お母さんの話を聞いていたし空にはゆったりと鳥が飛んでいたわ一言も聞き漏らさないようにと風き声も ぴったりと静まってしまったわお母さんは話し終わるとみんなを井戸のところへ連れて行ったのそれからどうなったの 早く聞きたいわとミルカが言いました。みんなはイエス様を探し出してもっとここに行って神様のことを 話してくださるようにお願いしたの。イエス様は、丸二日の間、ここにいてくださったわ。みんな、熱心に、イエス様のお話を聞いて、 私たちは信じますってお母さん言ったわすっかり話してくれてありがとうとミルカは考え込んで言いました あなたのお家に来てから何か気にかかることがあったけどよくわかったわ。だってあなたのお母さんはヤギの父や大麦のパンを まずしい子供に食べさせていったわねその子供もそうしてもらって命の水のことが分かってびっくりしたと思うわ 見るかは言いました。私はあなたのお母様ともお話ししてみるわきっとお母様もどうして命の水を お受けになったか私に教えてくれさるわねあなたのお母様の心を分けていただきたいのそれは一つ一つ銀の糸のように 輝くはね私も一生懸命努力してそれを私の光にしますお母さんは誰が来ても喜んで迎えるわ 男の人も、女の人も、みんな、毎日、お母さんの話を聞きに来るのよ。お母さんは、井戸のところに来られた救い主のことや、その、 肩がくださった命の水のことをいつも話します。その水で私たちは喜んで生きていけるのよと。アムラは 元気よく行ってニクニクをしました。